ブルーレイいらず、新たなファン体験が SNS で爆発的拡散、スマホ一本で全部見る、驚愕のエンタメ変革が起きていた、素晴らしい日本のエンターテインメントが、テクノロジーの進化とともに新しい形を取り始めました。CD やブルーレイが手に入らない、あるいは専用デッキがなくて見ることができないという方々にとって、新しい楽しみの扉が開かれています。 これにより、クリエイティブなコンテンツがますます多様化し、アクセス可能となっています。先日、SNS 上で一つの投稿が目に留まりました。それは、CD を購入しなかったけれども、新しい形のエンターテイメントを楽しむ機会を得たという感謝の気持ちが込められたものでした。この投稿を見て、私は新たなエンターテイメントの波が押し寄せていることを感じました。数々のファンが、ブルーレイが手元にない、 あるいは特定のデバイスを持っていないといった理由からコンテンツにアクセスできない状況に対処しています。しかし、その制約がクリエイティブなアプローチを生み出しているのです。ファンクラブ動画は有料であり、投稿が禁止されているにもかかわらず、特典映像は一定の人気を誇っています。これは、ファンが新しい形のエンターテイメントを模索し、共有しようとしている光景です。私自身も、この動きに感銘を受けました。 今やスマートフォンがあれば、どこでも好きなコンテンツにアクセスできる時代。CD を買わないスタイルだったため、この新しいエンターテインメント形態に感謝の気持ちを抱くファンが増えていることは喜ばしいことです。この動きには、テクノロジーが進化することで生まれた新たなエンゲージメントの形が垣間見えます。新しい形のエンターテインメントにおいて、SNS が重要な役割を果たしています。コメントやフォローを通じて、ファン同士がつながり、 共感し、愛、新たな発見を共有しています。スマートフォンで簡単にコンテンツを楽しむことができ、その便利さがエンターテイメントの新しい波に拍車をかけているのです。私もこの流れに飛び込んでみました。スマートフォンを活用して、新しいエンターテイメントに触れ、感想やコメントを共有することで、ファン同士のつながりが深まりました。これはまさに、テクノロジーの発展がもたらすエンターテイメントの進化と言えるでしょう。 そして今後の可能性も広がっています。新しい形のエンターテイメントはまだ途中段階にあり、ファンがどのようにこれを受け入れ、進化させていくかが鍵となります。テクノロジーの進歩によって我々のエンターテイメント体験はどのように変化していくのでしょうか。新たな挑戦や試みがファンとクリエイターをつなげ、新たなエンターテイメントの地平を切り開くことでしょう。この新しいエンターテイメントの波に乗って、 私たちが感じる楽しみや感謝の気持ち、それが今後どのように広がっていくのか楽しみでなりません。未知の世界に飛び込む冒険が私たちを新しい発見へと導いてくれることでしょう。新しいエンターテインメントの形に対するファンの喜びや挑戦、そしてクリエイターとファンの交流がこれからのエンターテインメント界を豊かにしていくことでしょう。あなたもこの波に乗って、 新しいエンターテイメントの世界を体験してみませんか最後に、あなたが新しいエンターテイメントに対してどのような感想や期待を抱えているか、コメント欄で共有してください。あなたの声が未来のエンターテイメントの方向を一緒に作り上げていく力となるでしょう。